それでは発表を続けましょう。6位から4位です。6位のニュースは桜マラソンフルマラソンにでした。フルマラソンに生まれ変わった佐賀桜マラソン2013が4月7日に開かれました。全国から参加した1万人のランナーが佐賀城跡や吉野ヶ里歴史公園など。 風光明媚なコースを思い思いのペースで走りゴールを目指しました大会は佐賀市の県総合運動場前を午前9時にスタートしました参加者は沿道を埋めたおよそ6万人の観客から熱い声援を受けながら力走しましたコースは平坦で走りやすくフルマラソンの完走率は92.05%でした来年は4月6日に開かれます 続いて5位は、有田工業高校創部114年で初の甲子園が選ばれました。創部114年目の有田工業高校が初めて甲子園大会に出場しました。夏の佐賀大会では、プロ注目の右腕、古川優里投手を中心に5試合すべて1点差で勝ち抜き、開幕戦を引き当てた夏の甲子園大会でも歴史的な一勝をもぎ取りました。 甲子園開幕戦の大垣日大戦では佐賀大会での粘り強さを彷彿とさせました1点差で迎えた8回表に連打で逆転すると古川投手が相手打線を振り切って5対4で勝ちました続く2回戦では常葉菊川に3対5で敗れたものの甲子園の歴史に有りこの名を刻みました さらに、10月のドラフト会議で古川投手は楽天に4位指名を受けました。そして4位は、限界原発停止2年、規制委員会は安全審査でした。福島第一原発事故後、九州電力限界原発で最後まで稼働していた4号機が、2011年12月25日に、 定期点検で運転を停止し今年で2年が経過しました九州電力は7月12日原海原発3号機と4号機の再稼働に向け原子力規制委員会が定めた新たな規制基準への適合性審査を申請しましたこれを受け週2回のペースで審査会合が開かれ9月には規制委員会の委員が現地調査に入るなど審査が続いていますが 終了時期は不透明な情勢です一方原子力災害を想定した対応も進んでいます佐賀県は3月に原発から30キロ圏内を UPZ 緊急時防護措置準備区域とする地域防災計画を策定し福岡・長崎両県を交えた広域避難の検討にも入りましたまた8月には 佐賀県市長会と町村会の17の市と町が九州電力と事故の時の連絡通報体制などを規定した原子力安全協定を締結しましたすでに玄海町と唐津市は協定を結んでおり立地自治体並みの協定を求める伊万里市が現在も協議を続けています6位から4位はこのようになりましたが気になるニュースはありますかはい やはり4位の原発関係ですね、えー、停止してから2年目ですけども、えー、今年は電気料金の値上げが春にありました、はいえー、値上げ幅を計算する際に、えー、想定としては九州電力は限界原発、えー、4号機は12月に、はいえー、3号機は来年の1月に再稼働することにしていました、はい 原発を早く動かすことで火力の燃料費を抑えるという狙いがあったのですがそういう状況にはなっていません電力需給についても2年目の夏は節電の数値目標がなく3年目となるこの冬も数値目標はありません。 普段の節電が浸透したこともあって電力不足はこれまでどうにか避けることができましたしかし原発停止がこのまま長引けば当然再値上げの話が出てくると思います、うん、この料金面のほか安倍政権が重要なベース電源として原発を位置づけていることや県議会で給電と 古川知事のやらせメール問題の追及が終結したこと、はいえー、さらには原子力規制委員会での審査が進んでいることから来年は原,海原発のの再稼働の議論がが、えー、出てくる可能性があります、えー、ですが、えー、肝心の、えー、と核のゴミの問題が解決していませんし、えー、事故を起こした福島原発の事故処理にもまだ不安が残っています。はい 仮に規制基準の審査をクリアしたとしても一山二山もハードルがありそうです。